時は慶長5年。実に100年余りにわたり、様々な勢力図に塗り替えられてきた日の本は、今まさに、ただ東西の二極にて分裂。美濃の国、不破郡関ヶ原の地にて、徳川家康率いる東軍と、秀吉亡き後の豊臣家存続に己の全てをかけた、石田三成率いる西軍が対峙。濃霧に支配された戦場で、一発の銃声を皮切りに、両軍はまさに支流を決すべく全面衝突に至る。序盤こそ双方正面からの衝突にて、一進一退の攻防を繰り広げるも、間もなく東西両軍に、次々と決戦場へ援軍が到来。瞬く間に戦場全体が乱戦の様相へと変貌する。しかし拮抗する戦況は、一人の男の裏切りによりとも簡単に覆った。小早川秀秋隊をはじめとする軍勢に突如として側面を突かれた西軍は回走。ほどなくして石田三成隊も壊滅し、関ヶ原の戦いは東軍の勝利にて幕を閉じる。しかし史実と異なり、三成は見逃され、命からがら逃げ延びることに成功。これにより手豊臣と徳川の支流は未だ決さず。また、日の本の勢力図も大きく変化することはなかった。関ヶ原の地より遥か西方。あの男が睨む地を、覗いては、大殿、一同揃いましてございます。皆の者、こたびの戦働き、誠大義であった。大友家を下し、豊後の地を、そして日向や大隅、薩摩の一部をも我が手中に収めるに至ったわ。ひとえに皆の働きあってこそじゃ。改めて礼を申すぞ。そしてすでに達しは届いているであろうが、これより皆に話すは、文字通り当家の命運をかけた今後の展望についてじゃ。知っての通り、上方での大戦は想定外の速さで集結したが、徳川方が石田三成を打ち損じるなど、豊臣方に致命傷を与えるには至らず、世の乱れは未だ静まるところを知らぬ。もはやこの天下を託すに値する大名は一人もおらぬ。わしはそう判断し、この度この西国の地より、天下を狙うと決心した。決して老い先遠からぬ命。しかしこの一世一代のわがままに、どうか皆の力を貸してもらいたいのだ。だが、一方でこれはかつて皆で作り上げた豊臣の世を否定する邪道であり。また、黒田の正式な当主は長政である。よって、今この場にて、わし自ら許す。このわしの野望を受け入れられぬ者がおれば、今この場にて、わしを一刀の元に切り伏せるがよい。恐れながら申し上げます。我ら皆、元より大殿に最後まで付き従うことを最大の誉れとしておりますれば、大殿が目指す道は我らのそれと同義にて、玄助殿より大殿のご意向を伺ったその時から、すでに皆、心は決まっておりますぐ。ゆきふさ、このわしについてきてくれるか。無言にございます。若。いや、長政様には申し訳ないが、やはりわしはどこまで行っても大友の槍である。この日の元豪雨は、大友の軍として振るってこそ、その進化を発揮するというもの。これまで通り、どうかこの太平に先陣をお任せあれ。ふふふ。太平よ、お主がおらねば黒田の戦は始まらぬでな。引き続き頼りにしておるぞ。はは。そして、お主たちは先の戦、長政と共に関ヶ原に参陣していたな。あえて長政と別れ、わしの元に帰ってきてくれたことは嬉しいが、誠に後悔はないか？確かに、関ヶ原では長政様の側近として動きましたが、同時に袖頭は久保田の水様の陣。かつて大友が阿尾岡に幽閉された際、あろうことか我が奥義は久保田を見限りました。しかし、その一族である袖頭を寛大なお心にて再度を迎えくださったのは、他でもない、大友ご本人にて、この大恩に報いずして、どうして二度も大友の元から離れられましょうや。仮にこの槍が長政様のここと交わることになった際は、幼少期の子供のように、少しばかり喧嘩を挟んだ後、並んで肩を組み、必ずや大友の元へ共に帰参いたしますぐ。我が息子と同様に思うておる身としては、お主自らの口からそのような言葉を聞けて嬉しい限りじゃ。太平にも劣らぬその武勇、存分に振るってくれ。よい。それがしもまた米殿と同じく、我が実父が有岡にて大殿より受けたご恩。すなわち、敵方であった荒木家臣の子息であるそれがしを、大殿は引き取ってくださり養子縁組の上に、黒田姓まで賜り、一門衆として今日まで厚遇してくださいました。相手兄上のそばに残り、その身をお守りすることも考えましたが、当の兄より許しをいただき、こうして大恩に報いるべく帰参いたした次第にて。大義じゃ、一茂。されど大恩を受けたはわしの方であろう。わしが有岡城の土牢に幽閉された折、お主の実父、加藤重則が世話をしてくれなければ、わしはきっと牢の中で生き耐えておった。その重則より授かったお主を立派に育て上げることこそ、我が法恩となるは必要。故に一茂よ、過度に気負う必要など無用。お主は守ることなき黒大一門。堂々と立ち振る舞うがよい。はは、光栄の至りにございまする。
その他の者も、わしに従ってくれること、誠心強き限りじゃ。これより我らは何人のもとにも下らぬ。まずはこの九州の地を、我らが黒田の旗にて埋め尽くしてやるのだ。助水はまず、秋月家が籠城する阿賀田城攻めを命じる。岡城より、森田兵隊が出陣。時を同じくして、佐渡原城から黒田和重隊が出陣。南北からの挟み撃ちを持って、これを攻め落とさんと動く。さらに、伊藤家の帯城へ向け、梶木城の栗山大全隊、高山城より野口和重隊が出陣。黒田軍は最低限の戦力を投入し、まずはじめに、秋月家の阿賀田城を。続けて伊藤家の帯城を制圧。両家はあっさりと滅び去り、これにて黒田は九州東部を完全に掌握したのであった。お久しぶり、ゆっくりマリサだぜ。さあ、今回からいよいよ本格的に九州平定に乗り出していくぜ。ちょっと誰かこの呪文仕留めてくれる？皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。怖いんですけど。嫌いなものは台風飛び、モーター。よーし、少し落ち着こうか。ってダメだ、うぷ主の生き量が取り付いてやがる。私はねえ、誰だお前。お盆休みがないなりに、早く投稿しようと意気込んでたわけよ。そうしたらまあ、例の大企業の不祥事が出てくる出てくる。おかげさまでこちとらとて飛び引くらいまくって。いや、あれはもう飛び火どころじゃねえ。あれは120ミリ迫撃砲を背後の友軍から撃ち込まれたようなもんだな。即死に至ってないあたり過剰老人で草。そう俺だけじゃねえぜ。政治なんてガン無視で火消しに回ってた私たちに何が降りかかったと思う？台風ダブルコンボだよ。確かに早く鎮火していとは思ったけど、明らかなオーバーキルで草。ダブルコンボなのだ。そっちの対応も必要になったのに、新幹線も止まるし、誰もそこまで望んどらんわい。もうやだ、誰か助けてください。食稼ぎ終わりました。人の心とかないんか？主の職種が大方割れたなくらいの感想しかないぜ。いやまあそんなわけで、何が言いたかったかっていうと、更新頻度遅くてごめんなさい。個人的には愚痴と言い訳に2分も浪費されたことの方が腹立つんだぜ。さあ、そんなわけで大変お待たせいたしました。ここから黒田助水は、どのように天下の軍友たちと渡り合っていくのか、その歩みの軌跡を、とっとご覧あれ。よりかつ、どういうことじゃ。なぜ黒田が突然我が領へ攻め込んでくるのじゃ。お主は関ヶ原での合戦以前より、長政殿とは吉見を通じておろう。今すぐ黒田の陣営機、事情を確認してまいれ。お、それが、黒田軍を率いておるのは長政殿ではないとも思いこるが。長政殿ではない？ではまさか猛将と名高い森田兵、いや、後藤又兵衛か。殿、今しがた間夜より知らせが入りました。黒田軍、総勢1万にて秋月城へ進軍中。率いているのは、黒田助水とのことにございまする。助水殿だと？なぜじゃ。なおのこと真意が読めぬ。もしや豊臣との関わりを戻そうとしていることが露見したか。黒田家の内情も含め今が調査中ではありまするが、いずれにせよまずは元年の黒田軍に対処せねばなりませぬ。まさなり、いかがすればよい。直ちに毛利総家と豊臣のもとへ使者を遣わし、仲介及び援軍を要請するが得策かと存じまする。その間、殿御自ら軍兵を率い、黒田軍の進軍を食い止めていただきますよう。わし自らあの助水殿に当たれと申すか。しかし、他に手もあるまい。よりかつ、そちにこの隊員を授ける。必ずや援軍を連れてまいるのだ。あは、この動きに変えましても役を取り付けてまいりまする。突如として黒田軍の侵攻を受けた小早川家は、攻撃される理由もつかめぬまま迎撃のため軍を集める。小早川秀明はなんとか8000の軍を秋月城と黒田軍の間に割り込ませ、ここに、安の戦いが勃発したのである。数で勝る黒田軍は、部隊に綿密な連動性を持たせ小早川軍を翻弄。助水本隊の鉄砲隊が有する威力と、後藤又兵衛隊との衝撃を駆使し、まずは敵中央の先鋒隊に襲いかかる。敵先鋒は小早川に従う国衆部隊ということもあり、その士気は高くはなく、瞬く間に敵隊へと追い込む。助水は主要な部隊の渡河を禁じ、しびれを切らし攻め寄せてきた敵を容赦なく包囲殲滅する策に徹する。その一方で小早川秀明本隊に圧力をかけ続け、包囲された部隊の救援ができぬよう阻害する。小早川秀明はこの状況下で助水の背後を襲うどころではなくなり、終始その圧力に振り回され続ける。このまま助水本隊と右翼の林直人隊は包囲した敵を容赦なく削り続け、ついに秀明と共に出撃した稲葉正成隊を撃滅して締める。最後は秀明本隊の裏を取り大牢封鎖。これをもって黒田軍の迎撃戦と出てきた小早川軍は、返り討ちに遭い、惨敗を期することとなったのであった。いかん、やはりわしなどでは助水殿には太刀打ちできぬ。総員付け、なんとか城まで落ち延びよ。殿、ご無事であらせられましたか。
おお、まさのり、よくぞ生き延びてくれた。それがしが痛まぬばかりに、我が部隊も死傷者が多数出ており、なんとかここまで撤退した次第。申し訳ございませぬ。黒田軍が相手なのだ、致し方なし。時に、とも、いつの間にか黒田軍の追撃が。ん？これは、まさか、頼勝がやってくれたのか。やはり気負ったわ。豊臣秀頼公次期時期の命による、仲介と停戦の使者。そして、小早川救援を大義名分にした、毛利の大軍5万。大殿、小早川との折衝、完了いたしました。善助、大義であった。では、全軍に号令を。これより我らは取って返し、攻め寄せる毛利勢を迎撃戦。よい。さて、小早川を攻めたことで、大方諸勢力の意向は読めた。今や両戦ありと謳われた二人の名称はなく、百万一心の心も失った毛利の実力、この助水が見定めてやろう。黒田軍は直ちにキビスを返し、迅速に防御体制を整える。毛利軍は二手に分かれ、船井館と中津城へ進軍。対する黒田軍は、助水の命により積極的な迎撃行動には出ず、自国領奥深くまで毛利軍を誘い込まんとしていた。黒田軍が仕掛けた持久戦に、先に根を上げ始めたのは、軍を船井方面へ攻め込んでいた毛利勢であった。あろうことか兵糧切れによりて、継戦不能に陥り、黒田領より撤退、ついで中津城下へ押し寄せた毛利勢も、攻めあぐねているうちに兵糧が切れ撤退。5万の兵を挙げて攻め寄せた毛利軍は、実にあっけなく、黒田の機体戦術の前に退くこととなったのであった。毛利と豊臣はやはり、以前のような関係ではございませぬか。ああ、まず間違いなかろう。関ヶ原での合戦の折、長政が成功させた跳躍の毒は簡単には抜けぬ。少なくとも豊臣は、毛利も小早川も心から信頼はしておらぬ。今後も徳川と対峙することを踏まえ、同盟関係を維持しているに過ぎぬのであろう。しかしそれでも、小早川は一度明確に反旗を翻した勢力、徳川を見据えた事情とはいえ、豊臣はよくこれを許し助けましたな。おおよそ毛利からの口添えに呼応したと見るべきじゃ。豊臣にとって、これ以上毛利との関係が悪化するは致命的ゆえな。それよりも、その毛利を相手とする方針が今後は完了よ。先の戦いにて、毛利は手薄な中津城という餌にまんまと食いつき、さらには欲を出し、わざわざ遠方の船井にまで軍を差し向けてきた。まるで小早川の救援を後回しにしたような。まさにその通りであろう。毛利にもはや以前のような強さはない。だが一定の勢力は維持し続けている分、いかんせん面倒じゃ。こちらから先の返礼として言って打つ。いえよし、これ。はは、敵城に乗り込んでまいりまする。まだ何も言っておらぬ。いえよしよ、お主もう少し落ち着けんのか。まあよい、いつものことじゃ。そのまま静かに聞け。さすがは大殿、火中随一の戦隊にも慣れていらっしゃる。先の毛利との一戦にて、前中の実力は大方把握した。簡潔に申せば、あの一戦でわしは、今の毛利には万に一つも負けることはないと確信したのじゃ。しかし先ほど申した通り、毛利の大軍がことあるごとに九州へ上陸してくるのも厄介。また、ここ中津は我が本拠ながら、毛利領と隣接しており、常に対毛利の最前線となっている現状は決して好ましいものではない。そこで、こたびはこちらから毛利へ仕掛ける。主力を率い、毛利本体にとっての九州の共闘ことも言える。この小倉城を攻撃し、迎撃のため出向いてきた毛利本軍を撃退、九州から駆逐する。しかるのち、小倉城を落とし我が物とする。毛利にとっては九州への足がかりであり、小早川との唯一の連絡路でもある小倉城。これを奪い取り、その二つを同時に立ってやるのだ。そしてそのまま、大毛利領として小倉城を要塞化する。いえよしよ、そうすねるでない。九州平定のため、この野戦は欠かせぬ過程じゃ。しかしこたびは、毛利本軍を相手にした時点で、我が軍もいささか疲労がたまろう。そのまま至難な攻城戦へ移るのは、大層骨が折れる上に、味方の損害も大きくなる。今後のためにも、今は被害を最小限に立ち回らなければならぬ。しかし城が閉ざされたままでは、力攻めしか手段はあるまい。困ったのう。我が家臣に、単身敵城へ赴き、上昇を跳躍でもしてきてくれる。そんな勇敢な男がおれば助かるのだがのう。それがしが敵城へ乗り込んでまいりまする。おう、お主が言ってくれるか。いつぞやの光月城を、わしの理解も到底及ばぬような、わけのわからぬ手法で解城させたお主ならば、必ず成し遂げてくれよう。情報によれば、上昇は田原城人。かつて大友家にてその手腕を発揮するも、耳川の戦いで島津に大敗。今は、かつての主家と因縁浅からぬ毛利家の国境警備の任につく不運の老将じゃ。つける隙はあろう。くれぐれも抜かりなく。ん？家吉はどこじゃ？
先ほど満面の笑みにて飛び出していきました。引き止めようにも異様に足が速く。申し訳ございませぬ。まあよい、いつものことじゃ。あやつの実力は確かゆえ。家臣団の中にもまあ、一人くらいああいうのがおってもよかろう。はあ。さて、善助よ。我らも準備を進めるぞ。はあ。呪水は選定した諸将に戦自宅を命じ、その一方で、小倉城に対する協約を密かに進めていった。そして慶長6年、5月。おもれ、黒田女水め、証拠にもなく、こたびは我が毛利を直接狙うか、おとなしく隠居しておればよいものを、親父殿、わし自ら軍を引き、黒田軍を蹴散らしてまいる。うむ、毛利の強さ、こたびこそ思い知らせてやるがよい。しかし敵は、あの黒田女水、油断は禁物であるぞ。ふん、聞けばその女水、片足が不自由とか、その足を引きずりながら逃げ惑う背中を、一本の元切り伏せてご覧に入れよう。てけい、参るぞ。いやはや、なんたることか。またしても黒田女水殿とは相対さなければならぬとは。黒田軍の主力は、おのおのの居城より出陣。毛利の最前線、小倉城を目指し進軍する。その知らせを受けた毛利は、迎撃のため毛利秀元を総大将にした本軍を派遣。黒田軍16,700、毛利軍18,500は、小倉城に隣接する地、鎖にて激突した。小倉城をめぐる鎖の戦い、ここに開戦。というわけで本編初の大戦が始まったよ。兵数はほぼ互角、采配の重要さが際立つな。この戦いに勝利すれば、小倉城はすぐ目の前。毛利はとっとと中国地方にバックをオフ。うらぁ、開戦じゃぁ。吉川元春や小早川高影がいない毛利軍なんか一周してやるぜ。味方体力の回復が可能な重要拠点は敵に近いね。これは戦死されることを前提に立ち回るべきだろうな。加えて部隊数はこちらの方が一部隊少ないので、強撃を警戒しつつ、なおかつうまく敵をかっこ撃破していく展開が望ましいね。となるとやはり、敵の進路をある程度限定させるべきだぜ。こういった分岐点に敵を誘い込み、左右から強撃できれば勝ち筋も見えるな。川を先に渡った方が負ける。こういった戦場において基本的な立ち回りの一つだね。迎撃体制を整えて、毛利軍がのこのこと溶かしてくるのを待ち構えているよ。もう間もなく接敵するんだぜ。一番槍は、左翼の栗山善助隊。左翼側は自陣の要所防衛も兼ねて、敵の進行をひたすら弾く役回りだぜ。両軍の戦力が集中している右翼側を突破できれば、一気に毛利軍を総崩れにさせることができるからね。さあ、ここから怒涛の強撃ラッシュへご案内。密戦じゃねえかよ。ちち違うんだよマドレーヌ。マリサだぜ。私はちゃんと強撃しようねって言ったのに女水の野郎が。そういうのいいから早く女水を復帰させろ。何やってんの？いやぁ、だだこねたらいい感じに動いてくれるかなって。お前今日いつにも増して脳みそバグってんな。鳩ですので、叩き落とすぞ。なんだかんだ中央の強撃は綺麗に決まり、女水本体もサイド迎撃1に旋回して戻ってきたよ。軌道が完全に対地攻撃機のそれなんだが、はっはっは、まったく困ったもんだね。いいから早く古墳奮闘中の後藤又兵衛を助けに行け。いやあ、東翼側の強撃が決まったぜ。そしてさらに追い打ちの一手、女水の戦法が発動したよ。敵戦法部隊は壊滅寸前、ゴズメが後退する動きを見せているね。ゴズメさえ撃退できれば、あとはかなり楽になるな。中央、右翼戦線ともに、敵のゴズメにも強撃が炸裂。ここでようやく最初の敵部隊を撤退させたよ。続いて右翼側でも敵区に周部隊を撃破。これで部隊数を逆転させることに成功したね。ついに右翼側の敵を突破。よし、これで一気に敵陣深くへ浸透できるぜ。敵重要拠点や要所を制圧し、可能なら軒口を破壊して、敷ゲージを振り切らせたいところだね。敵の体力を回復させ続けていた重要拠点を奪取したよ。よし、これはもう勝ったんだぜ。こちら勝利の直前、中央で粘り続けていた敵総大将、毛利秀元隊も撃破。最後は敵要所を制圧して、無事勝利、皆の者を、勝ち時じゃあ。序盤のミスが2戦の兵を殺したな。勝ったんだから許してくれよー。さあ、威風で小倉城の身ぐるみ引っぺがすんや。言い方。
秀明てめえ、豊臣に助けなんざ求めやがってずうずうしいんだよ。そして小倉城に取り着いたタイミングで、よろしいですか？もちろんよろしいです。これは噂の新要素の一つ、降伏交渉だな。上人殿、お久しゅうございます。最後にお会いしたのは、今は亡き大友宗麟殿の求めに応じ、九州征伐へ赴いた時でございましたかな。さよう。そして直接お会いこそしませんでしたが、大友家再興を掲げと制された宗麟様のご嫡子、吉宗様の下で、女水殿の軍勢と相対しましてございます。そのような身の幸福の申し出をお聞き入れくださり、誠感謝の念につきませぬ。何を仰せか。上人殿は正しけのため尽力されたにすぎませぬ。そのようなお方をどうして無下にできましょうや。しかしそれがし、上人殿は先の九州での戦にて亡くなっておられると聞きを呼んでおりました。小倉城へ放った密偵から、城主は上人殿であると伝え聞いた際は、己の耳を疑いました。はっはっは、いやはや、お恥ずかしい限りにて、しけたる大友が滅亡している中、それがしは無様にも生き延びてしまい、こうして宿敵であったはずの毛利に庇護されておりました。されど、その悪運に甘んじるのも本日まで、女水殿、それがしはこの場にて自害いたす。その代わりどうか、城兵や民の命だけはお救い願いたい。上人殿、それがしが毛利攻めを行った理由はご存知か？それは無論、毛利が豊臣についているからでは。いな、上人殿、それがしは、天下を、狙っておるのでございます。なんと？天下でございます。それがしは徳川にも豊臣にも味方しておりませぬ。己が野望を掲げ、付き従ってくれている家臣と共に夢を見る。今我ら黒田は、ただそれだけを原動力に突き進んでおります。どうかお聞かせくだされ、かの名家、大友の下でその手腕を遺憾なく発揮し、家中最大の所領を有した重鎮、田原上人殿は、何を、夢見ておられたのですか。それがしは、己が死力を尽くし、宗麟様を支え、大友の帰省のもと、民が安らかに暮らせる国を、日のもと生き豊かな九州を、作りたかった。しかし、それはとうとう叶いませなんだ。女水殿の前でこのようなことを申すのは忍びないが、宗麟様がキリシタンになられてから、家中は歪み始めた。耳川でも戦にて死なずに大敗を喫したが、大友家臣筆頭でありながらその歪みを是正できなかった。それがしも大きどなのです。あの時もそれがしに、女水殿のような通信力があれば、異なる道も開けたのやもしれませぬな。いかがであろう、上人殿。その命、それがしに預けてはくださらぬでしょうか。なんと。まずは九州、何よりこの地を平定し、城へ登るための揺るぎない地盤作りが肝要。そのためには、九州のことをよく理解し、また、その九州を豊かにせんと確固たる意志を持った実力者が、今は一人でも多く我が陣営に必要なのです。それがしは弱い60を超えておるに、加えて大友を虐待せしめた総本人、誠にこのような老いぼれを、女水殿が欲してくださると。今一度、こたびはこの女水と、夢を、見ましょうぞ。女水殿、先ほどから三宅殿がこちらを覗き込んでおりますが。島津軍が、大友軍を大いに破ったかの有名な耳川の戦い。今日、田原城人が無能であったとの批評が散見されるわ。九段の戦いの折、大友軍の大将であったためとのゆえんが大きい。しかし田原城人は、間違いなくかの立花同説と並ぶ大友の重臣であり。また、すでに大友宗麟の過剰なまでの自社仏閣の排斥活動で、大友家中に亀裂が生じていたこと。さらには、かねてより田原城人は、島津川との交渉役を務める。いわゆる和睦派であり、これには大友の参謀である。角熊関総も同調していたが、一部の四川派が独断で島津陣地へ攻め込んでしまい、立場上、それを放置できない上人はやむを得ず準備不足のまま出撃、そして敗北するに至ったとされる情報もあり、決して無能でもなければ、臆病者でもなかったとする説も確かに存在する。それを裏付けるかのように、島津氏の文献にて、耳川の戦いについての記述に、大友軍にて最も勇敢たるは田原上人であったとする内容が記されているという。史実では、関ヶ原の戦いに連動して勃発した九州の動乱にて命を落とすが、この物語では、女水からそのまま小倉城主を一任される。この絵西が、後に黒田家の行く末に大きく関わることになるのだが、それはまだ、先の話である。恩に来ます。城を制してみせましたぞ。